まあ、今ね、山形の狙いどことしてはああいうギャップですよね。そうですね。さあここはクロスが入ってくる、シュートは打てない、もう一度シュートは決まった、坂野が先制点、山形3試合連続得点。まあ、ここです、展開しますよね。でクロスに対してまず坂野選手が飛び込んでいくんですけども、まあ、ここのね、まあ、飛び込んでいった瞬間、長崎ディフェンダーがちょっとスペースを空けてしまってたので、まあ、ここはね、まあ、最初の、ね、坂野選手が飛び込んだっていうところがまず良かったですし、はい、まあ、いち早く反応してますよね、ルーズボールに対しても。